ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्चय। バガバットギーター、第一章、戦争の結果の嘆き。第一節、ドリタラシュトラ問う。サンジャヤよ、聖地クルクシェートラで戦うべく大軍を集結した。我が息子たちとパーンジュの息子たちの様子はいかがであろうか。サンジャヤウワーチャー、दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।第三節、詩をご覧ください。パーンジュ型の強力な大軍用を、あなたの賢い門とドルパダの息子がこれを配置、布陣したのです。アトラシューラーマヘッスワーサー、ビーマアルジュナサマーユディ、ユユダーノビラーダスチャ、द्रुपदश्च महारथः।第四節、中にはビーマ、アルジュナと並ぶ弓の名手も数多く、ユユダーナ、ヴィラータ、ドルパタ等の大戦士たちもいます。ドリスタケドスチェギターナハ、काशीराजश्च वीर्यवान्, उरुजित् कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। 第五節、ドリシュタケートゥ、チェキーターナ、カーシーラージャ、またプルジット、クンティボージャ、シャイビャ等の大豪傑。युधामन्युश्च विक्रांतः, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। 第六節、ユダーマニュー、ウッタマウジャーや、スバドラーとドラウパティの勇壮極まる息子たち、彼らは全員、合力無類の戦車乗り。アスマーガントゥビシスタイエ、タンニボータッビジョッタマ、ナイアカーママサイニャシャ、サッニャータムタンブラビーミテ。第七節、お、最高のブラーフマナよ。参考までに、我が軍の優れた将軍、指揮官たちも名前を挙げて説明しましょう。パワン・ピースマスチャ・カンナスチャ・クルパスチャ・サミディンジャヤ・アッシュッタ・マー・ヴィカンナスチャ・サウマ・ダッテス・タ・タイバチャ。第八節、先生ご自身、ビーシュマ、カルナ、クリパ、アシュワッタマ、ビカルナに、ソーマダッタの息子、ブリシュラバー、いずれも上昇腐敗の豪傑。アニエチャバハバシューラー、マダッテテャクタジービダー、
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। 第9節、その他、我がため命を落とした。あまたの勇士が勢ぞろい、各種の武具を携えて、戦い達者の者ばかり。アパリアプタムタダスマーガム、バラムピクスマービラクシタム、パリアプタムテュダメテシャム、बलं भीमाभिरक्षितम्। 第10節、祖父ビーシュマの率いる我が軍は強大なること計り知れず、ビーマの率いるパーンド軍の強さには限界がありましょう。アヤネシュチャサルベシュヤタバーガマワスティダーハピクシマメワビラクチャンドゥパワンダッサルワエワヒ。第11節、さあ味方の将軍たち、各自の持ち場に抜かりなく財源氏のビーシュマ祖父を完全に補佐し支えてください。तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। 第12節、すると来る王家の勇ましき最長老ビーシュマ祖父は獅子吠えのごとくほら貝を高らかに吹き鳴らし、ジュルヨーダナを喜ばせました。タタシャンカスチャベリヤスチャパナワナガゴムカハサハサイワピャハンニャンダサシャブダストムロバワタ。第13節、それに続いて全軍の太鼓、ホラガイ、ラッパ、笛などが各所で同時に鳴り響き、耳も浪する騒がしさ。ただ、スウェーデル早いよくて、マハディシャンダネスティダウ、マダヴァパンダヴァスチェイヴァ、ディヴィヴィシャンカウプラダッマドゥフ。第14節、すると、パーンリュ型からは、主、クリシュナとアルジュナが白馬に引かせた戦車に乗って神秘のホラガイを吹き鳴らすのです。パンジャジャンニャムリシーケーショーデーヴァダッタムダナンジャヤパウンドラムダッマウマハシャンガムヒマカルマブリコダラハ。第15節、主クリシュナはパンチャジャニアという名のホラガイを、アルジュナはデーバダッタを、怪力無双の大食感ビーマはものすごいホラガイパウンドラを吹き鳴らしました。アナンタヴィジャヤムラジャクンディプトロユティスティラハナグラッサハデーヴァッシャスコーシャマニプスパカウカシヤスチャパラメシワサシカンディチャマハラダハドリシタブデュムノヴィラダシチャサティヤギスチャパラジダハドゥパドドラウパデヤスチャサルヴァシャプラティヴィパデサウパドラシチャマハバハサンカンダッムプラダクプラダク。第16から18節、クンティの息子ユディシティラ王子はアナンタビジャヤという名のホラガイを、ナクラはスゴーシャという名の、サハディーパはマニプシュッパカという名のホラガイを吹き鳴らしました。弓の名人カーシー王
大戦士のシカンディ、ドリシタ・ジュムナ、ビラータ、向かう敵なき、サーティアキ、そしてドルパダ、ドラウパーティーの息子たち、また王よ、スバドラーの腕自慢の息子が、それぞれにホラガイを鳴らしています。सकोशो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् 第19節そのごうごうたるとどろきは天と地とにどよめき渡りドリタラーシュドラの息子たちの真の憎悪も打ち砕くばかり。अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपादे धनुरुद्यम्य पाण्डव 第20節王よ、その時パンジュの子アルジュナはハヌマーンの旗印をつけた戦車から弓をつがえてドリタラーシュドラの息子たちを見渡し、シュ・クリシュナにこう申されました。リシーケーシャムタダーワッキャム、イダマーハマヒパテ。アルジュナウワーチャ、セナヨルバヨルマッティ、ラダムスタパヤミッチュダ。यावदेतान् निरीक्षेहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे 第21節から22節アルジュナは言いました。決して謝ることなく常に正しい方よ、どうか私の戦車を両軍の間に引き出してください。私はよく見たいのです。ここに来ている人々を、この重大な戦闘に私と共に戦おうとしている人々を。ヨルシヤマーナーナヴェクチェハム、ヤエデトラサマーガダーハ、ハルタラシタシヤドルブッテーヘ。युद्धे प्रियचिकीर्षवः 第23節またドリタラーシュトラの邪悪な心を持つ息子たちに味方をして戦おうとここに集まってきた人々を見せてください。サンジャヤウワーチャエヴァムクトリシーケーショグダーケーセーナバーラタセーナヨールバヨールマッテースタパイトワラトタマン第24節サンジャヤ言う。王バダラ王の子孫よ、このようにアルジュナに頼まれて主クリシュナは見事な戦車を両軍の中央に引き出されました。भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषीदां उवाच पार्थ वैश्यैदान् समवेदान् कुरूनिति 第25節ビーシュマ、ドローナをはじめとして名だたる首相たちが立ち並ぶ前で主は言われました。プリターの子よ、来る方の陣容を見よと。タトラーパシャスティダンパッタピトリナタビダーマハンアチャージャンマトゥランブラトルプトランパウトランサキンスタダー。第26節アルジュナは見ました。両軍の中には父たち祖父たち、先生たち、
母方の叔父たち、兄弟、息子、孫、友人たち、また義父たち、よしにある人々が皆いるのを。श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 第27節、クンティの子、アルジュナはこの戦場に様々な友人や親類縁者がすべて出陣しているのを見て、哀切の念に耐えず、このように申されました。クレパヤパラヤヴィシタヴィシーダンニダマブラヴィーダアルジュナヴァーチャドリシュエマムスワジャナムクリシナユユルスムサムパスティタム。第28節、アルジュナは言いました。愛しのクリシュナよ、友人や親戚の人々が戦意に燃えて、私の目の前で戦おうとしているのを見ると、手足は震え、口はカラカラに乾きます。シーダンディママガトラーニ、ムカムチャバリシュッシュディ、ベパドゥッチャシャリーレメ、ローマハッシャッチャジャヤテ。第29節、体の隅々まで震えおののき、髪の毛は逆さになって立ち、哀求、ガンディーバーは手から滑り落ち、全身の肌は熱く燃えるのです。ガンディーバンスラムサデーハスタート、トクチャイバパリダヒヤデー、ナジャシャクノーミャワスタードム、プラマディーバチャメーマナハ。第30節、大地に立っていることもできず、心はよろめき、自分を失っています。おう、悪魔、ケーシーを殺したクリシュナよ。私には不吉な前兆しか見えません。ニミッタニジャパッシャーミ、ヴィパリーダーニケーシャヴァ、ナジャシレヨーヌパッシャーミ、ハトワスワジャナマハヴェ。第31節、血縁の人々を殺して、一体何の益があるのでしょうか。我が愛するクリシュナよ、私は勝利も領土も幸福も欲しくない。ナカムチェヴィジャイムクリシュナナチャラジャムスカーニチャキムノラジェナゴヴィンダキムポガイルジーヴィテナヴァヤシャマッテカムチダムノラジャムポガスカーニチャタイメヴァスティダユッテプラナムスティアクトアダナニチャアチャリアピダラプトラハタタイヴァチャピダマハマトゥラシュワシュラパウトラシャラサンバンディナスタタエダンナハンドミッチャミクナトピマドゥスウダナアビトライロキャラジャシヤヘトキムノマヒクルデ。第32から35節、おうゴービンダよ、王権と領土、一族の幸福繁栄と、また、自らの生涯を確保するために、子弟、親子、祖父と孫たち、父母たち、義父、義兄弟、その他、親戚の者たちが、それぞれの命と全財産を賭して、私の面前で戦おうとしています。おう、マデスーダナよ、私は彼らに殺されても、彼らを殺したくはないのです。おう、生きとし生ける者の主よ、ドリタラーシュトラの息子を殺して、我らに幸が来るのでしょうか。三階の王者となるためにでも、
彼らと戦う気にはなれるのに、ましてや地上の王国のために、おう、ジャナールだよ。ドリタラーシュドラの息子たちを殺して、我らに幸が来るのでしょうか。ニハッティアダーダラシュトランナ、カプリディスヤジャナダナ、パバメワシャエダスマン、ハッドイダーナタタイナハ。第36節。王クリシュナよ。幸運の女神の夫よ。侵略者を殺せば、罪は我らにかかります。故に、ドリタラーシュトラの息子や、たちや、肉親を殺しても、何一つ益はないのに、いかにして幸福になれるでしょう。タスマンナーハーワヤムハンドム、ダータラシュトランスワバンダワン、スワジャナムヒカタムハトワ、スウヒナスヤママータワ、यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्。 37節から38節。おう、ジャナールダナよ。この者たちが貪欲に心を奪われて、家族を滅ぼしたり、親しい友同士が殺し合うことに罪を感じないとしても、一家一族を全滅させる罪を知りながら、なぜ我らはこの地で戦争などをしなければならないのですか。カタムナチネヤマスマービパーバーダスマンニワルティドムクラクチャヤクルダムドーシャムプラバシャッディル・ジャナーダナ。第39節。一つの王朝が滅亡するとき、長き家系の美風伝統は消え失せ、残された家族の人々は、不敬な無心業者になり下がるのです。ウラッチャイエプラナシャンディ、クラダルマーサナータナーハ、ダルメナシテクラムクルスナム、アタルモーピパファッキュダ。第40節。クリシュナよ。家庭が無宗教になれば、家族の婦人たちは、墜落し、ビリシュニの子孫よ。その結果は、不必要な人口をもたらすでしょう。アタルマーピパワッキュスナ。प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः。 第41節。望ましくない子孫が増えたならば、家族も家庭の被害者も地獄の苦しみ、祖先も供物の水や食べ物も受けられず、ついに浮かばれなくなりましょう。サンガロナラカヤイワクラクナナムクラスヤチャパタンディッピダロヒエシャムルプタピンドダガクリヤハ。第42節。家の伝統を壊した者たちの悪行で望まぬ子孫は増え、社会におけるすべての企画も、一家の福利を維持するための活動も、慰めに踏み荒らされることでしょう。ドーサイレータイクラクナナム、ワルナサンカラカラケイヒ、ウルサディアンデジャーディダルマ、第43節。クリシュナよ、人類の擁護者よ。私は権威ある人々からこう聞いています。家の伝統を破壊した者たちは必ずや地獄に住まうものと。
ഉത്സന്നകുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാം. 第44節。ああ、我らは何という罪を今ここで犯そうとしているのか。王侯の栄華を欲するあまり、血縁の人々を殺そうとしているのです。アホーバダマハッパーバム、カルトムビャワシダーバヤム、ヤドラジャスカローペーナ、ハンドムソジャナムディアダー、ヤディママプラディガーラム、അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുഃ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. 第45章。ドリタラーシトラの息子たちが武器を手にして私に打ちかかるとも、私は武具を外し抵抗せずに戦場に立っている方がいいのです。സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥമുപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഗ്നമാനസഃ. 第46節。サンジャヤ言う。アルジュナはこのように言って、弓も矢もその場に投げ捨て、心は悲しみに打ちひしがれて、戦車の床に座り込みました。オーム・タッサト、イディ・シーマッド・バガヴァッド・ギータースウパニシャッツウ、ブラマ・ヴィディアヤーム・ヨガ・シャストレ、シー・クリシュナ・アルジュナ・サムヴァーデ、アルジュナ・ヴィシャーダ・ヨガ・オーナーマ、プラタモーティアヤハ。ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം.